せーの、ぽちゃんです。たちゃんです。ギャラントイです。イエーイ。本日は8月30日金曜日、渋谷サイクロン&ギャレットヘンリーというバンドプレゼンツ、サジロックフェスティバルということで、もうねちょっと出番終わって、もうね出番終わってというかもう全部終わって、もうイベントが終わって、で中打ちから中打ちの移動、そうみたいな、プレゼンツ、ね、これ冒頭部分に来る動画なんですけど、最近あのキャントイ TV、 キャントイの動画画質良かったと思いません？ 4K 編集大変になるからキャサリンが YouTube のカメラに使っている iPhone を最新のものに変えてから画質が良くなって、まあ、評判がいいんですけども、それで やめろ 4K やめろ。あ、 4K って言ってんじゃないですかね。本日のキャントイのライブ映像も、はい、4K で 4K 撮らせていただいたんで、ぜひ 4K じゃない、4だからね、ぜひハイパーフォーカスのキャントイのライブ映像どうぞ。にゃー、キャントイダイエット体操第1、まずは頭を振る準備から。
これが噂の 4K。 いろいろね、なんか、まあ、天下の iPhone 様でもね、設定や環境が重要みたいで、単純にね、最新機器でライブ映像撮ろうと思ってもああいう風になっちゃうみたいです。ごめんなさい。でもまあまあ、ね、めっちゃピントが合わなくてね。あね、しかもね、MC も事故ってて、まあ、演奏も事故ってて、まあどういうと、ボーカルも事故ってましたね。楽しそうだな、お前。まあね、これから、サシドッグフェスティバル、アフターパーティーということで、はい、まあ、いい感じにエアビールを1杯2杯飲んで帰ろうと思います。いやいや、いや、といていい、これからもよろしくお願いします。プレゼンス全曲、配信してますね。してるの、うん、サブスクがあるんで、で、まあ、概要欄に、リンクが貼ってありますので、よかったら、僕らの楽曲聴いてみてください。よろしくお願いします。では、この動画いいなと思ってくれた方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。およー、シャンシャンシャン。お酒って怖いですね。怖いですね。ちなみに僕は運転手なんでシラフです。いや、おいおい、私の方がシラフや。私が運転して帰るよー。